こんにちは。今回はウエスタンアームズのマグナブローバックプロキャリーカスタムウッドグリップご紹介したいと思います。そうですね、2週間に1遍ぐらいですかね、ウエスタンアームズさんのサイトからね、新製品のお知らせっていうのがねメールで届くんですけれども、はい、正直持ってるものが多くてそれの再販ばっかりだったんで、あんまり買ってなかったということで、これは久しぶりの購入になりますね。当然ね、デザイン的にもね、持っていなかったということと、コンパクトガバということでね、はい、飛びついた次第でございます。パッケージはね、いつもと変わりません。特にパッケージの福袋とか書いてないですね。はい、こんな感じのパッケージですね。いつもと一緒です。はい、銃がビニール袋に入ってきて、はい、銃口とね、これがトリガーガードにぶら下がって、予備の BB、 それとね、このマズルキャップですね、これがついてくるということです。ドキュメントはね、まず取説ですね。はい、この辺のところ、いつもと同じような感じのものですね。でこれ2016年の、はい、取説ですけれども、これは以前ちょっと前にそっか、スネークマッチの時かちょっとね多分見たと思いますんで、今回は割愛します。さらに、ね、これは最近なんかこう見てないなっていう感じですね。丁寧でいいですね。特にこの部分ってね、忘れがちですんでね、忘れがちっていうか、初心者の初めてのねウエスタンアームズ製品を買われる方にはね、はい、重要ですよね。そして、最新版のカタログですね。どっちが表なんだろう、よくわかりませんけども、これがついてきました。これ時間があれば後でちらっと中見ましょうか。じゃあ早速プロキャリーね、外観見ていただきたいと思います。で今回はせっかくですね、いつもねざっくりで終わっちゃうんでね、はい、ウエスタンアームズさんのね、販売サイトからね、いろいろとね、うんちくをね、今これね、見ています。紙で打ち出しました。はい。プロユースのコンシールドキャリーガンということですね。はい。EDC、エブリデイキャリーピストルということらしいです。つまり、毎日持って歩くっていうことですね。で、この中でね、もちろん9ミリなんていうのもね人気はあるみたいですけども、やはりこのガバということ、そのね、この1911のね、原型そのものがねシングルアクションのコック&ロック、つまりコックした状態でセーフティーをかけておけばパッとすぐ撃てるということで、非常に、人気はあるということらしいです。はい。であとはやっぱりこの薄さっていうことがね、強調されているみたいですね。ただね、やっぱり本物というか、オリジナルのね、ガバメントは重いね、でかくて重いねということで、それを切り詰めた、取り回しに優れたキャリーガンということで、サブコンパクトモデル。私先ほどコンパクトモデルって言いましたけど、これはサブコンパクトモデルという、はい、カテゴリーだったんですね。面白いですね。なかなかいろいろ見てるとね、なんか歴史とかも書いてありますね。デトニクスなんて名前も出てきますね。サイトはもちろんね、なんかもう銃自体は完売みたいですけれども、サイトはね、見れるようなんで、たっぷりね、この辺のうんちくをね、楽しめると思います。はい、でもなんか読み上げてても時間がもったいないから、この辺にしましょうか。もう皆さんあれですよね。はい。十分ご承知だと思いますんで。で、これ、木繰りなんですけれども、この木繰りがね、なんて言いましたっけ、全然覚えられないですね。はい。ウッドグリップとは書いてあるんですけども、ただのウッドじゃないんですよね、これがね。はい。ありました。パーカーウッドですね。接着剤を含ませた板状の木材を重ね合わせて加圧したものですっていう、積層木材ですね。だからね、はい、やっぱりね、強度的に優れてるっていうことと加工がしやすいっていうことで、こういったね、しっかりした刻印がね、こう打てるということです。でね、やっぱりね、握り心地は全然いいですね。これちょっと正直言って樹脂のグリップとかだったら私寂しいな。はい。じゃあね、ちょっとね
サクサクいつも通り行きましょう。こんな感じですね。はい、こうやってね、ところどころ肉抜きされてね、軽量化されたスライドのおかげでね、はい、スライドの復帰はね、早いということなんでしょうか。ちょっと空打ちしてみましょう。早速ボン、早いですね。軽快です、非常に。マガジンはね、今回ここはね、いつもあの上の方だけなんですけども、完全にね下の方まで再仕上げされていますね。かなりスムーズですね。球弾不良等はありませんでした。はい、でスライドのねガタつきもね、はい、そんなにはないですね。ほらでも随分もう動いてますね。1ミリぐらいもう隙間空いちゃってますから、このあと大丈夫かなと思うんですけども、リアサイトのおかげでね大丈夫かもしれません。でこのリアサイトのね、はい、加工も凝ってますね。反射光を防ぐような形になっています。セーフティーはねやっぱりアンビですしね、効きはいいですよ。効きはいいっていうか非常にスムーズです。昔は物によってね全然グワッてやんなきゃ上がんないものとかありましたけれども、最近は安定してますね、その辺のところはね。そしてチャンバーの上の刻印が神々しいと、こちら見せてなかったです、お見せしてなかったでしたっけ。でこれあのカーボンブラックを黒染めしたやつなんで、オイルでねやっぱりメンテする必要がねこうあります。ということでもうねこうムラが出ちゃったりしてますね。これはオイルムラです、まだね。はい、これ紹介が終わった後ね、またちょっとオイルをね噴霧して保存していきたいなと思います。グリップセーフティはライブですね。エンスプリングハイジングは大好きな私のねストレートというところです。じゃあちょっとねスペックを測っていきましょう。先ほどもね説明にあった通り、エブリデイキャリーピストルですから、本当のガバよりはね軽くなってるということで、さらにこれはねエアガンですからね、どうでしょう、どのぐらいの重さなんだろう。いいですね、800ぐらいですね。ちょうど取り回しはいいですよね。実銃でもだから900いかないぐらいなのかな。はい、ちょっと全然実銃の情報を私持ってないんでわからないですけれどもね。でトリガープルですね。やっぱりね実際撃ちますからね、トリガープルは大事ですよね。うわ資料が下に落っこってしまった。今回もね楽しかったですよ、これも撃ってて 0.41。 あれやっぱり軽いんだよこれ。0.48 と、ほらね、0.5 以下ですね。ウェスタンアームズのガバ系の中でも軽い軽い、あ軽いですわこれ。はい、こんな感じですね。ここまでちょいと引いて、これ遊んでて、この遊び頼もしいですね。こんな感じです。非常にキレはいいです。ですから構えて、しっかり構えて打つ時にも全然ブレません。当然よく当たるんでしょうね。じゃあね、ちょっと初速をね測ってみましょうか。まあもうね、真冬に近くなってきましたんで、さすがにねマグエルもいいですね。セミコンパクトの銃なのにっていうのがありますよね。入りました、パッと。球弾とかね射撃のトラブルは一切ありませんでしたね、今回試射をしてね。はい、よくできてます。初速はこんな感じですね。あれ2発目が取れなかったの。2発目ちょっと上がったかな、握ってるからかな。ウェスタームズの的だとこんな音、 0.44 と。だんだん上がってきたのは多分あの手で握ってたからかもしれません。ということで今のマガジン温度を測ってみましょう。 22.3 度でした。はい、で初速としてはこのぐらいですね。全然ね法律の範囲内で、なおかつねやっぱりあのうちの場合はまあ 7.5 メートルぐらいまでですから、そこまでで十分ね射撃を楽しめる初速ではあります。コーンバレルちゃんもね綺麗に仕上げられてますね。ピッカピカすぎないところ
ところがいいな、これはこのぐらいがいいな、こうなるともう、まあ、確かにガバはガバなんですけれども、かなりなんていうんですか、見た目がまあグロとは言わないですけども、迫力ありますよね、メカの迫力っていうやつですね。やっぱりね、メカニズムっていうのはね、銃のものすごい魅力の一つですよね。ニョキッとね、コーンバレルが突き出てるというところで、はい、なかなかのいい絵じゃないかと思います。はい。じゃあこのね、はい、なかなか優秀な、なんだっけ、サブコンパクトか、サブコンパクトガンのね、実写性能、バレルがちょっと短くなってるとどうなんでしょうかということで、試写の結果をね、ご紹介したいと思います。今日いつもよりまったり喋ってるんですけども、お気づきいただけましたでしょうか。というのもね、時々見ていただける外人の方がもし翻訳されるときにね、しっかりゆっくり喋った方がね、翻訳の精度も上がるかなっていうことでね、そんな感じで喋っております。はい、5メートルの両手で撃ちました。神さんね、まとまってますね。もうね、私もワンコインぐらいですね、もうね、500円玉ぐらいいってますね。せがれはこの時はちょっと不調だったようですね。はい、さて私じゃない、私はね、 7.5 メートルの両手ね、7.5 メートルね、よく当たるんですけどね、これ変なホップの挙動はなくって、スツエスの 0.25 グラムですけれども、割とフラットに飛びますね。はい、こんな感じですね。こいつはいいですね、これはね、ここビシビシ3つも入れちゃいましたね、この中にね。はい、そして片手ね、奥さんも得意ですけれども、私もせがれも負けていませんということでね、私がね、この一発外しちゃった分だけ痛いですね。せがれはここにビシッと集めてますね。このあたりね、この銃の優秀さが出てると思います。はい、そして5メートルの左片手、左片手ね、得意のはずの私でもこんな程度で、せがれもね、一発は外していますけれども、しっかりここに集めてきてるということで、これもやっぱ銃の素性がいいんでしょうね。で、7.5 メートルの右の片手、私もね、最後に意地を見せたんですけれども、4発しかないんですね、1発外してるっていう。そこを行くとね、5発入れてきたせがれがやっぱりいいですね。もう今回ね、もう完敗ですね。はい、私が一生懸命ね、頑張って買った銃なのにやられちゃいました。はい、せがれはね、5発ね、それの、5枚で、はい、164点ですね。はい、平均点がね、30点を超えてますね。はい、で私146ということで、で上さん113ということで、全平均でね、28.2 っていうのが出ました。もう30に迫る勢いですね。サブコンパクトの短いバレルでここまでいくっていうことは、かなり優秀な銃じゃないかなと思います。で、集団を見てみると、神さんがこのぐらい、まあ、これもいいですね。で私はね、これはさっきほら、トリガー軽いって話したじゃないですか、ほんと軽いんですよ。でダブルタップしちゃいました、すいませんって感じで。だけどあとはここに集まってると。でせがれはね、競技はいつも強いのに何これって感じなんですよね。はい、ちょっとここ不思議ですね。ということで集団としてはここら辺とここら辺で見ていただければいいかなと。非常にね、よくまとまってきてると思います。しつこいようですけれども、これでこのサイズで、この間のスネークマッチよりちょっとスコア上はいいという結果にうちの場合はなりました。はい、なんかもっと打ち込めばね、もっともっとねいけるような気がしてはいます。ただこれは感覚的なところなんで、今は実際に打った結果をご報告するまでに留めておきたいなと思う次第でございます。あちこち油残っててねすいませんね、魔法の布で拭きながらのね、はい、ご紹介になってしまいましたけれども、じゃあちょっとね、最後時間がね、ほんの少しまだあるんで、まあ、時間があるんでって別に 何分やっててもいいんですけど、なるべくね、12、3分でまとめたいなっていうのが最近の思いなんですよ。これ気をつけないとね、なんか著作権のあれが出てきてたら。はい、こんな感じですね、スネークマッチ、この間ね、ご紹介しましたね。それからゲッタウェイもね、紹介しましたよね。オリアート、
フェンダーね。この辺はね、なんかうちに結構いますね。はい、この辺も結構いますね。もちろんね、このバージョンかどうかっていうのは別としてね、いますね。これなんかいい銃でしたよね、やっぱりね、これもね。なんかベレッタシリーズがね、まあ、あまり横展開されていないのは寂しい限りっていうのはいつも通りですね。まあメンツは変わらんですな。はい、これはなかなか良かったな、ブラックウォーターはな。やっぱりね、持ってない形のものが欲しいです、正直言って。私は、はい、でこの後はね、大丈夫かな、まだ大丈夫だな。はいはい、これどれか持ってたな、アメリカ、これかな、なんか、はい、アメリカンスナイパーバージョンのモデルだったかな。それから、アクセサリーですね。はい、そしてその後も、はい、アクセサリーですね。はい、そしてこの後はね、某タレントさんの、コラボモデルとかの、やつが続くんで、ここにはね写真が載ってるんでね、肖像権のあれでまた、触れちゃうと困りますね。そこは外して、一番後ろ拍子のビッグアツというところですね。これもいい銃ですよね。はいね、なんかここら辺懐かしいですよね。懐かしいっていうか、このね形がね、こういうバリバリ競技銃っていうのはね、以前なんか随分たくさんあちこちで見ましたけれども、最近自分の好みかどうかわからないんですが、やっぱりこういう素のものがね、好みになっています。今回のはね、本当にスライドがこれだけ薄、加工されてるんでね、大丈夫かななんて思いながら遊びましたけれども、今のところは大丈夫ですね。はい、まああんまりガンガン遊ぶっていうより、時々引っ張り出して、めでるようにして遊ぶっていう感じかな。いずれにしてもね、このグリップはなかなか素晴らしいです。変にねザラザラしてないですよ。一つ一つのカットの頂上のところはね、割とマイルドです。はい、それでいてね、しっかりホールドできるっていう優れものです。はい、どうでしょう、なかなかのねスライドの軽快な動きだと思います。ということで、今回はウエスタンアームズのマグナブローバックから、プロキャリーカスタムウッドグリップ、ご紹介させていただきました。ではまた。